おや？あなたも寝転がってお休み中ですか？ちょっと横にずれてください。私も休憩しちゃいます。お？予想外の反応ですね。反抗期ですか？どいてくれなくても別にいいですよ。あなたをお布団にして全体重をかけて寝転がっちゃいますから。えい、ダイブ、キューキュー。はふう、これはなかなかいい寝床です。やばいですね。もう急に羽起きましたね。ごめんなさい。こんな炎天下でスキンシップしたら暑苦しいですよね。でもなんだか好きなんですよね、こういう触れ合いが。相手がここにいる、私の妄想じゃないって実感できて、すっごく生きてる感じがして安心します。はあ、安心したら眠くなってきちゃいました。お？じゃあお言葉に甘えちゃいましょうかね。ほんと今日は疲れてしまって、まぶたを閉じたらスーって寝入っちゃいそうです。でもこんな日差しの下で眠ったら干からびちゃいそうですし、なんだかもったいない感じがしますから、ほんの少ししたら起こしてくださいね。よろしくお願いします。約束ですよ。指切り研磨、嘘ついたら針千本の間、スピー、すやすや。ただいま。ちょっと風が出てきて波が高くなってきたから一旦切り上げてきたわ。海の様子が変わると魔法を再設定しなくちゃいけないのよね。その辺今後の課題だわ。はい、泳げない私にとってキャル様の魔法が命綱でございます。溺れてご迷惑をかけるのも申し訳ないので無理はいたしません。残念でございますけど、水中をお散歩するの大変楽しかったので。ま、ちょっと休憩がてらちょちょいと魔法を再設定するわよ。あんたも休んでないで次は一緒に泳ぎましょう。もちろんペコリーヌのやつも。すやすや。おや、ぐっすりお休みですねペコリーヌ様。こいつ戻ってきたのね。一人だけ泳げるからってさ、楽しそうに延々しやがって。こいつね、いつも周りのことを考えずに突っ走るわよね。もう幸せそうな寝顔、ムカつくわ。落書きでもしてやろうかしら。すやすや。パクッ。こいつ噛んだ。私の指に食いつきやがった。痛い痛い痛い。よからぬことを考えた天罰でございますよキャル様。そうね、この尾ぐらいの口元に不要に手を近づけた私がバカだったわ。食べ物と間違えて誤飲される、